サイクルスポーツチャンネルへようこそ。今回は新製品インプレッションです。まずは今回紹介するスワンズのジョブスポルトベータについてブランド公式情報に基づいて説明しましょう。スワンズは日本の有名アイウェアブランドですが、長年自転車スポーツ用のサングラスを作り続けてきた実績があります。その分野で培った技術を用い自転車通勤用に開発されたのがこのジョブスポルトベータです。まず普通のメガネと同じように使用できます。その一方で自転車特有の前傾姿勢にも最適化されており、スポーツ自転車でも快適な掛け心地を得ることができるのが特徴です。テンプル部分にはベータチタニウム素材が使われ、細くしなやかです。これによってヘルメット着用時にアジャスターなどと干渉を防ぎつつ、頭部を包み込むようなフィット感が得られ、前傾姿勢をとってもずれにくくなっています。また汗による腐食に対しても強い耐性を持っています。さらにスポーツサングラスと同様のシリコン素材を使ったノーズパッドによって、マスクやネックカバー着用時の汗、吐息によって滑りやすい状態の鼻でも吸い付くようにフィットしてくれます。日本製で品質が高いのも嬉しいポイントです。フレームには1年間の保証がついており、なんと落としたり落車したりといった取り扱いに起因する破損でも保証対象になるんです。さてここからは解説として編集長の中島さんに入ってもらいます。中島さん、どうですかこのアイテム。いや、これね、まあ、僕ずっとねメガネをかけて、はい、まあ、生活をしてるんですけども、まあ、メガネサイクリストって、まあ、普通のメガネをかけて自転車に乗るか、はい、まあ、いわゆる土入りのスポーツサングラスを、まあ、かけるか、まあ、あと最近ねヘルメットにちょっとバイザーがついたようなものとかも出てきてですね、それでまあこれをさらにカボッとつけて、まあ、走るっていう選択肢があるわけですけども、はい、まあ、まずね普通のメガネだと、まあ、やっぱりちょっとね乗ってる時のこう細かい振動とかで、まあ、やっぱずれちゃったりとかっていうこともあるんですよね。で土入りのスポーツサングラス、まあ、僕ももう持ってますけども、まあ、やっぱりねちょっと高くなるんですよね作ると。で、はい、高価なものを、まあ、普段使いっていうとやっぱりちょっと抵抗があるかなという部分もあります。で、あとまあバイザーはスポーティーな自転車乗る格好だったらいいんですけど、まあ、こういう格好で、まあ、通勤するってなった時は、まあ、ちょっとね違和感もあるかなっていうのもあって、うん、使いづらいかなと、はい、なった時に、まあ、こう僕もすでにねかけてますけど、まあ、普通のメガネっぽいけどライドに合ってるマッチする用途にもうバッチリ合うっていうメガネっていうのはね、結構ありそうでなかった、はいはい、アイテムなのでこう非常に楽しみなアイテムでした。なるほど、はい、分かりました。ではこの新製品の実力どうなのかということで、はい、まずは前半では中島さんによるインプレッション、はい、そして、後半では有名アマチュアレーサーの森本誠さんによるインプレッションをお届けしていきます。はい、さあまずはサイクルスポーツ編集長中島によるインプレッションをお届けします。よろしくお願いします。お願いします。中島さんは都内在住で、都心部にあるこの編集部まで、スポーツ自転車で日々通勤をしています。まず取扱店で自分に、はい、合ったレンズを作るところからスタートしてもらいましたが、はい、いかがでしたか。ま、久しぶりに、ね、視力って測らせてもらったんですけど、ちょっと走るときってやっぱりなんか信号とか看板とかちゃんと見えた方がいいなと思って、はい、ちょっとよく見えるようにしてくださいとかいろいろ注文をしたんですけど、はいはい、まあ、そういうなんですか使い方とか、まあ、あとそのデスクワークもしますっていう使い方を伝えたら、それに合った、まあ、どの具合、あとまあ僕ちょっと近視とあとね乱視もちょっとあるんですけど、はいはい、まあ、その辺をどこまで矯正するかっていうのをすごく丁寧に、まあ、時間をかけて、ヒアリングしてでどう決めてもらったので、すごい実際もう今出来上がっていく動画入ってるんですけど、はいはい、もうすごくね見え方も自然で快適です。なるほど。取扱店であれば、まあ、普通のメガネを作るような感覚で作れたっていう感じですね。そうですね、普通のメガネと同じように、はい、作れます。では、気になるライド時の性能ですね、はい、これはいかがでしたか。あ、これがねこれまでの通勤では、まあ、いわゆる普通のセルフレームって、まあ、プラスチックっぽいフレームのメガネで通勤してたんですけども、この
軽いチタン使ったフレーム、はい、でこれ軽さがねやっぱこうちょっとした振動でこういう風に、まあ、ずれるのがですねすごく抑えられる。軽いおかげで全然こうずれない。メガネがずれないってことは視界もすごく安定してて、もうほんとかけてて、あ、こんなにも違うんだって、まあ散々メガネをかけてて今更気づくのはちょっと恥ずかしいんですけど、でもそれくらいやっぱり違いました。あとこのノーズパッド、あの接触面積がちょっと広く感じますね。まあそれによる安定感っていうのがすごく出てていいなと思いました。あとやっぱこのテンプルのこの、ちょっと見えますかね、こう内側にねこう追い込まれてるんですよね。でこれによってこうかけた時にこのこういう方向ですねのズレが起きづらくなってるなっていうのは実感することができました。なるほど、はい。あとはヘルメットと干渉しにくいようになってるってことだったんですが、はい、そこは実際どうでしたか。はい、僕の持ってる、まあ、兜と、まあ、あとレーザーのヘルメットを普段使ってるんですけど、この幅が、まあ、広すぎないというか、非常に逃げがねいい感じに作られているので問題なかったですね。なるほど。さて一方で、はい、仕事中の、はい、性能、まあ、つまり普通の純粋なメガネとしての性能はいかがでしたか。やっぱりねその先ほど言ったように、まあ、軽さ、軽いとやっぱどうしてもねこの鼻への圧力みたいなものが気にならない、まあ、重いと気になっちゃう。だから軽いから全然気にならない、はい、っていう意味で、まあ、1日かけてても違和感はないです。だライド時の安定性がもちろんライドのこういう振動で安定するんで日常の使い方では もちろん問題ないですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ今度は愛知県にやってきました。続いて国内トップアマチュアレーサーとしてご活躍されている森本誠さんによるインプレッションをお届けします。森本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。森本さんは普段、近藤機械製作所、はい、自転車乗りにはご基礎ブランド で、ね、有名な会社に勤めていらっしゃいますが、はいはい、普段どんな風に自転車通勤されてるんですか。普段はですね、まあはい、もうこの格好ロードレーサーのロードレーサーのジャージと、はい、あとはロードレーサー、まあ、レースでも使うロードバイクで、はいはい、使ってる道がスピードに乗るところもあるんで、はい、しっかり前傾姿勢も取って乗ってます。なるほど、はい、森本さん自転車通勤するときは、まあ、ロードバイクにジャージ姿っていうことなんですけども、うん、そうしたスタイルで前傾姿勢を取った時の、うん、かけ心地はいかがでしたか。そうですね、まあ、大きくちょっとこのメガネが普通メガネと違うのはそのノーズパッドのところがすごい柔らかい樹脂でできてまして、はい、やっぱそれがですね結構密着するので、はい、メガネのずり落ちっていうのがやっぱだいぶ少ない気がしますね。だいたいやっぱメガネだと落ちちゃうんですぐこう、はい、こういう仕草が、はいはい、多いんですけどその回数がやっぱだいぶ少ないかなという印象です。なるほど。森本さんはトレーニングの時それからレースの時も普通のメガネっていうスタイルですよね。うん、そうなんですよ。僕はもうずっと昔からレースもトレーニングもずっとメガネっていう、まあ、これがまあトレードマークになっているようなそんな感じです。なるほど。そういう本格的に走る時でも、うん、そのメガネは使えると思いましたか。これですよね、はい、まあ、十分対応可能だと思いますね、はい、ただやっぱスピード域がすごく上がってくると、はい、やっぱり風の巻き込みで涙が出て視界がぼやけたりするのがちょっと危ないっていうのはありますんで、はい、まあ、レースで重りっていう風になってくると今結構シールドっていうかバイザーが風の巻き込みを止めるようなヘルメット、はい、そういうものがありますんでそういうのと、まあ、うまく合わせて使うといいんじゃないかなと思いました。なるほど、はい、じゃあそういうものを組み合わせればまあ、普段の仕事から、うん、まあ、トレーニングから、うん、まあ、レースまで全部いけちゃうっていう。そうですね、これ一つで問題ないと思います。はい、分かりました。じゃあ続いて仕事中に使ってみた印象はいかがでしたか。うん、まあ、通常のメガネとして。そうですね、まあ、通常のメガネと全く同じつけ心地、かけ心地、使い勝手というところですね。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。サイクルスポーツチャンネルではこうした話題の製品をどんどん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。そして関連動画もご覧ください。では次回の動画もお楽しみに。